シルバースヌーピー賞は、NASA の従業員や、受け負い業者のうち、有人宇宙飛行の安全性やミッションの成功に、関連する、優れた業績を挙げた人物に対して授与される、特別な栄誉である。賞状には、In Appreciation for Professionalism, Dedication and Outstanding Support That, Greatly, Enhanced Space Flight Safety and Mission Success と書かれている。 この賞はチャールズ・エム・シュルツの漫画ピーナッツのキャラクターであるスヌーピーにちなむものである。この賞は NASA の宇宙飛行士が個人的に授与するもので、その宇宙飛行士が個人的に功績が卓越していると感じた人物に対して贈られる。受賞者の職場で受賞者の同僚が見守る中で授与者自身によって贈られる。 シルバースヌーピー賞は NASA のスペースフライトアウェアネスプログラムによって監督されている賞のうちの一つである。受賞者には NASA の宇宙飛行ミッションで宇宙空間へ運ばれたことのあるスターリングシルバー製のシルバースヌーピーのピンバッジ、表彰状、および署名された学入りのシルバースヌーピー証明書が贈られる。その他、スヌーピーのデカールやポスターなども贈られる。 シルバースヌーピーのピンバッジ STS-116 ミッションで宇宙へ飛んだ。マーキュリー計画とジェミニ計画が完了した後、NASA は従業員や受け負い業者の間で自分たちの仕事の飛行の安全性、宇宙飛行士、ミッションに与える影響についての認識を高めるための方法はないかと考えていた。NASA は米国林野局のスモーキーベアのような 一般に知られ、受け入れられる宇宙飛行のシンボルを使用したいと考えていた。シルバースヌーピー賞のアイデアは、有人宇宙船センターの広報室長だった、あるチョップによるものである。彼は、スヌーピーを宇宙飛行士として取り上げ、従業員の優れた貢献が認められて、宇宙飛行士から授与される賞を作成したいと考えていた。チャールズ・ m シュルツは、 アメリカの宇宙計画を熱心に支持していたことから、ショーにスヌーピーを使用するというアイデアを歓迎した。シュルツとユナイテッドフィーチャーシンジュケートは NASA に対し宇宙飛行士の格好をしたスヌーピースヌーピー、ザーストロノートを無料で使用させることに同意した。ピンバッジの元となったデザインは、シュルツ自身が描き、このショーのプログラムの宣伝用ポスターのための絵も、シュルツが提供した。 ケネディ宇宙センターにあるスヌーピー像以下の条件のうち一つでも満たしている NASA またはその受け負い業者の従業員はシルバースヌーピー賞の受賞資格があるジョン・ディ・オリバース宇宙飛行士から賞を受け取る救急救命士のラルフ・ブラウン1968年以来2016年1月の時点で約1万5000人がシルバースヌーピー賞を授与されている シルバースヌーピー賞は対象となる受賞者の1%以下に制限されている。一人が生涯で受け取ることができるシルバースヌーピー賞は1回だけである。この賞は死亡時、退職時、NASA の業務から離れる時の表彰として授与されるものではない。ピンバッジを紛失した場合はスーファーパネルの裁量で宇宙へ行っていないピンバッジを代わりに受け取ることができる。 ありがとうございます。